中国武漢で発生している肺炎と呼ばれる新型コロナウイルスに感染した患者は日本国内で初めて確認が亡くなったということです。各位大家好、欢迎收看全球新闻。周二，世界卫生组织正式发布新闻。緊急事態宣言を発出することになります。1929年から始まった世界恐慌以来、最悪の日本になるとこの先を発表しました。戦後最大の危機に直面しているI'm going to go to the next slide.